はせよ、世界みたん。前回、オーレンズの日本の公式通販のポップレンズさんのね、ご紹介をしたと思うんですけど、今回もですね、カラコンの紹介動画となっております。はい。で、前回は春のナチュラルメイクに合ったカラコンをね、紹介してたんですけど、で、今回はですね、結構韓国で最近オリーブ系のね、カラコンも流行ってるので、今回はオリーブ系のカラコンを紹介していこうかなと思います。ポップレンズはカラコン専門ブランドのオーレンズの日本公式通販で、ニュージーンズさんたちがねイメージモデルを務めているところです。はい、概要欄にもね公式ホームページ貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、今日早速紹介をね3種類今日はしていこうかなと思います。今最初からねもうつけてるカラコンなんですけど、こちらですね、1つ目、グロイのゴールデンブラウンというカラーでございます。はい、グロイはね前回の紹介した動画でもねブラウンとブラックをね紹介してたんですけど、お月様カラコンって言って、グラデーションになってるんですよね、うん、で下が結構緑系で上がブラウンで、こうお月様カラコングラデーションがね下に来るようにこういう風につけてください。こちらが DIA14.2mm の着色直径 13.1mm になってます。縁入り縁あるタイプのカラコンになってるので、結構お目目も目って感じで立体感ある風に見せてくれますね。オリーブって言ったらすごい緑緑してて、なんだろう、カラコンつけてる感あるんじゃないかなって思ってたのね。でも意外とそこまでなんかめちゃ派手って感じじゃなくて、ナチュラルに盛れるから、オリーブもいいかも。しか結構ブラウン系、チョコブラウンとかそういうのをね普段つけてることが多いんだけど、オリーブもねちょっと気分転換に良いかもしれん、うん、で今日はオリーブシリーズということでね、ちょっと比較しながらご紹介をねしようかなって思うんですけど、次がスカンディオリーブっていうカラーなんですけど、スカンディオリーブはこんな感じですね。さっきのグロイは縁あるタイプだったんですけど、次につけるスカンディはね縁なしになっております。はい、で早速ねちょっと分かりやすいように片目だけねつけてみようと思います。はい、こっちだけ外そうかな。下、はい、裏側はこんな感じでございます。そしたらスカンディの1で片目だけちょっと比較してみようと思いますね。こんな感じですね、見えるかな。じゃじゃん、こんな感じです。次がさっきにつけてたグロイのゴールデンオリーブで、こちらがスカンディのオリーブの色です。こちらが DIA14.2mm で、着色直径が 11.9mm になってますね、うん、やっぱ比べると着色直径がねやっぱ違いますね。縁ありと縁なしなので、こう私瞳がね黒いんですよ。さっきね裸眼ね見たと思うんですけど、結構黒めなんだけど、ちゃんとねオリーブの発色してて、自然になんか発色する感じでいいかも。自然なんだけどちょっとハーフ感出るかな。どう？そう、ほら見て、瞳が黒いの。色目つけたらこんな感じでございますか。いかがでしょうか。うん、ナチュラルでエキゾチック感出る。ちょっと若干ハーフな顔になれるかな。かわいい。で、3つ目にね、最後紹介するのがこちらなんですけど、スパニッシュリアルオリーブっていうカラーでございます。めっちゃ反射してる。すごい反射してるんだけど、こちらですね。はい。じゃーん。じゃーん。あ、さっきのスカンディと比べたら、こちらもね縁なしなんですけど、スカンディよりコッパニッシュの方がちょっとゴールド系かかってる感じします。はい、ちょっと比較しやすいようにグロイのねカラコンとちょっとつけて比較してみようかなって思います。はい、グロイがね縁ありなのでね、ちょっと一回外します。これグラデーションあるやつね。グロイが縁なし、結構わかりにくいかな、ちょっと。こんな感じです。じゃーん。こんな感じです。こっちがグローリーで、縁ありですね。縁なしのスパニッシュ、こちらですね。いかがですか？ちょっと両目つけてみよう。こんな感じですね。両目つけたら。
はい。着色直径、今つけてるのが 11.9mm で、グロイのオリーブが 13.1mm でございます。はい。いかがですか？さっきのスカンディオリーブと比較した時には、こっちの方がもうちょっとゴールド感が出てて、結構ゴールド系のオリーブカラーかなって思うんですけど、うん、どうですか？で、まあ、縁がないので、瞳の色だけ変えてくれるタイプのカラコンになっております。結構ゴールド系なんだけどね、ナチュラルに盛れるタイプです。はい、ということでですね、今回はオリーブ系のカラコンを3種類紹介してみたんですけど、いかがでしたでしょうか？どれが一番似合ってますか、私。で、最初につけてたグロイ、このグロイのオリーブがね、最近出た新商品のカラコンなので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。前にね、ブラックとブラウンで紹介したので、まあ、最初初心者の方はそちらを試してみて、ちょっとたまにオリーブでちょっとイメチェン風したいとき、ちょっとお友達と遊びに行くときとか、いいかなって思いますね。普段ナチュラルな方は、オリーブもたまには気分転換になるかなと思います。うん。私自身結構毎日ブラウン系つけてるので、今日はこのままオリーブのカラコンつけてね、お友達とお出かけしてこようかなって思います。はい。はい、ということでですね、詳しい商品のね、詳細の後は概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アンニョン。